PFC バーンズプロテインカーボファット、何のために寝るのか、何のためにご飯を食べるのか、これがアスリートの生き道になるんですね。自分の能力を上げることになる。あなたの普段の取り組みが出るんですよということを伝えていなかったんですね。中枢神経、脳脊髄と末梢神経というのがあります。末端情報を脳に送る、この能力を身につけることが一番大事です。私はこれを側通させるというトレーニングを追求したいです。さあ行くぞ。リカバリー、もしくはコンディショニング、もしくはケア、リカバリー、コンディショニング、ケア、いろんな言葉が使われると思うんですけど、言葉なんか別にどうでもいいんですね。あなたが疲労してドーンと体の状態が悪くなった時に、筋肉痛、疲れ、疲労、モチベーションの低下、やる気がなくなるですね。毎日の中で諦め、俺なんかもう無理だよ、多分俺センスがないと思う、みんなその繰り返しなんですよ。どんないい選手だろうか、世界チャンピオンでも私の目の前に来て泣くことたくさんあります。世界チャンピオンもですよ。日本代表のオリンピック選手でも、私1対1で普段パーソナルトレーナーをやっているので、私のところに来た瞬間いきなり泣き出します。20後半の選手が自信がないんです。うまくいかないスパーリングが、今やっていることが本当に正しいかどうかわからない、その繰り返しです。なぜかって難しいことをやってるんで、きついことをやってるんで、辛いことをやってるんで、絶対に来るんですよ。諦め、もうやめようかな、今の状態も。皆さんは体力、トレーニングをたくさんしているので、昨日から今日頑張ってやってるので、体筋疲労がめちゃくちゃ起きてますよね。筋肉痛ですよね。大事なのはこの落ちて落ちて落ちまくっている体、これ負荷をかけてるからしょうがないです。頑張ってる証拠ですね。問題はこれをどうやってあなたが上げる能力があるかです。こいつを一個一個元の状態に戻せばいいんです。プラスマイナスゼロ、嫌ならやるなんです。プラスマイナスゼロだと何もやらなきゃ、好きなことだけやってくれる、家に帰って YouTube 見とけばいいよ、 Netflix で、うん、でも皆さんはそれを望んでないですよね。皆さんはそうじゃなくて、自分で大好きなボクシングで勝ちたいとかってわざわざこんなところに来てるんですね。でなった時は、この矢印を、元に戻す矢印をの仕方を、やり方を学ばないといけないんですよ。一番の体の回復は何だと思います？皆さんができること、絶対やってる、そうです、睡眠です。睡眠です。睡眠世界最高です。睡眠を馬鹿にしていけないですね。何時間寝てますか？8時間、9時間と今言えた人いますよね。すげえっす、すごいっす。これが自己管理能力になります。一般の人とか私たちおっさんは眠くなったから寝てるんですよ。これ普通の人ですね、一般人ですね。皆さんのようなアスリートは自分の体を回復させるために寝るんです。脳を回復させるために。だって今日午前中やったように、あんな繊細なことをやらなくちゃいけないですよね。トレーニングして、ボクシングして、ね、痛い思いして、負けて、鼻血出して、失敗して、挫折した、体も疲れてる、心も疲れてる、その中で寝るというのは一番の回復方法なので、睡眠は何時から何時ぐらい寝た方が自分は一番回復するなということを試さないといけないんですよ。8時間がいい、9時間がいい、自分は10時間がいい、いや、7時間でも大丈夫。一般的にはアスリートは8時間寝ましょうと言われています。8時間以上寝ましょうと言われているんですね。普通の人よりもダメージが大きいからなんですけど、ただ教科書に書かれたことじゃなくて、あなたはあなたの指導をしなくていけないので、自分で回復方法を、リカバリーの睡眠はどのぐらい寝てますよということを試していくのが毎日の取り組みです、ね、たかが睡眠なんですけど、すごいなってことになるんですよ、ね、睡眠大事ですよ。だから夜寝る前にスマホなんか見てちゃダメなんですよって先生から教えていただくんですね。毎日毎日インスタのライブ見て、インスタストーリー見てたら寝るのが30分1時間平気で遅くなりますよね。 YouTube 見てたらってなるんです。高校生ぐらいになってくると大学生たくさんいます。プロボクサーもたくさんいます。そこであなたが自分の指導ができるっていうのは、説明をしっかり受けとけばね、考える材料になると思います。他にリカバリー、睡眠の他に何かありますか？そうですね、食事。食事って食事してますか？
今日のお昼も食事しましたか、アスリートの言い方、皆さんの言葉だと食事が効果あります。栄養素を摂取ということに変わります。栄養素を摂取するんです。食事は何かを食べてますか？食べてるんです。マックでもいいです。コンビニに売ってあるあのケーキでもいいです。これ食べてるから食事をしてることになりますよね。でも皆さんのレベルは違うんですよ。皆さんのレベルは違います。トップアスリートの道は何を摂取してますか？野菜を摂取してるってなってきたら、野菜の栄養素って何ですかってことも勉強になるんですよ。栄養素って聞いたことあります？絶対取らなくちゃいけない栄養素3つ、はい、タンパク質、炭水化物、脂質。すごいね、この3つのことを三大栄養素。すごいね、すごい先生が来て今当たり前、当たり前、すごいね。炭水化物、タンパク質、脂質、このことを三大栄養素、主要栄養素ですね。他にもいっぱい栄養素を持ってるんですよ、他の食材も。でもこの3つだけは絶対取らなくちゃいけないですよ。絶対取らなくちゃいけないですよ。絶対取らなくちゃいけないものなのに、今の世の中の人、炭水化物抜きとか言ってるんですよ。糖質オフとか、炭水化物の悪とか、なんかわけのわからないこと言ってるんですよ。だからみんなは、炭水化物って何、なんで炭水化物取らなくちゃいけないのっていうことを納得して勉強しておかないと、普通の人の感覚で、普通の人ってダイエットしかし頭にないので、皆さんは体を動かすためですからね。ちなみに炭水化物って何？ご飯、パン、麺、餅。すごいすごいですよね。炭水化物は小麦であったり、ご飯であったり、パスタだったり、うどんだったりという、あの炭水化物ですね。炭水化物って何をしているか、そう、体を動かすための材料です。体を動かすエネルギーですね。エネルギー、エネルギーがないと人はどうなる？動かなくなるんですよ。動けなくなるんですね。だから取らなくちゃいけないってことですね。炭水化物は絶対に取らないと、あなたたちは動けなくなります。動くために動くことが練習ですから。炭水化物を取りましょう。次、タンパク質って何？肉、魚、豆腐、豆、あと何がある？肉、魚、味噌、豆類ですね。あとみんなが大好きな卵。そうだね、ですよね。すごいですね。さすがやっぱりレベルが高い県代表ですね。佐賀県代表、素晴らしいですね。久しぶり、初めて褒めた。いつも褒めてるっけ？褒めてないな褒めたいからね、みんな素晴らしいですよ。やっぱりレベルが高い。普通の人、知らない人結構いますからね。肉、魚、卵、豆腐や大豆製品ですね。これタンパク質と言われます。タンパク質は何をしてくれる？そうですね、体を作る材料。さっきは体を動かすエネルギーなんですけど、今度は体を作る。みんなの体って何でできている？骨や筋肉や細胞や爪や髪の毛や、体を作る材料なので、タンパク質を取らないとあなたの体がなくなっていくということです。あなたの体を作ってくれているのでですよね、タンパク質をしっかり取りましょうですね。もう一個は何だった？脂質ですね。脂質、脂質はなんか悪悪って言われますけど、私たちの体の一部材料、そしてエネルギーにもなっております。すごい高エネルギーです。1g、4kcal、4kcalしか持ってないですよ。炭水化物とタンパク質だけど、脂肪って何 kcal 持ってる？ 9kcal ですね。すごい、4、4、9、9kcal 持ってるんです、ね、私たちは生きるために、エネルギーを生むために、脂肪ってそれだけ高エネルギー、もしくは皮膚の潤いや腸、胃や腸や体の潤いですね、食物繊維とともにっていう形で、脳みそも細胞膜もそうなんですけど、脂肪で大事になっている。ただ脂質だけは取りすぎると邪魔な脂肪としてついてしまうので、みんなの場合は体を動かす、アスリートとしてパフォーマンスを出す、動くことに対して脂肪って貢献してくれないので、過度の脂肪の蓄積は邪魔になるので、もしくは体重管理があるスポーツなので、脂肪の蓄積はなくすということで、私はつまんでます。選手をずっとつまんでます。ちょっと脂肪が多いんで、もうちょっと脂肪減らそうか、食事管理して脂肪減らそうかっていう管理をさせてもらっています。まあ皆さんはそれを自分でやらなくちゃいけないですね。この3つ、炭水化物、タンパク質、脂質、
この栄養素を摂取してますか、何のためにしたらリカバリーということですね。いろいろちょっと勉強しなくちゃいけないですね。 PFC バランス、プロテイン、カーボ、ファット、プロテイン、PFC、ファット、カーボ、このバランスが適切に取れてますか。炭水化物は全体の1日の栄養素の中の 60% を占めましょう。炭水化物の主食ですね。ファットは 15% から 20% に落としましょう。 PFC、P、プロテイン、タンパク質はみんなの場合は 20% から 25% くらい、肉や魚、大豆製品から取りましょうね、ということの勉強が栄養士さんの勉強で教えてくれると思うんですね。なので栄養士の方が今度ここに来るかもしれないですね。皆さんというのはこれが今県代表ですけど、日本代表になったら栄養士の先生がついているので、その方たちがちょっと見せて、あなたの食事どう、今どのぐらいの PFC バランスという話をしてくれるんですよ。今減量してるの、増量してるの、今まだ中学生高校生だから食事制限なしだけどバランスはどうって言ってくれるので、その時に何のこと言ってるのかなっていうようなことがわからないと会話にならないじゃないですか。私は今フィジカルトレーニングコーチってことでみんながいろいろ話しかけてくれてるんですけど、その人が何を知ってるのか、栄養って何なんだろうってことを少しずつ学んでください。いいですか。はい、はい、体は休めば回復する。栄養素を取って寝てお風呂に入って休養を取れば体を回復していくから、疲労したものが元の状態に戻りますよ。ここのことを回復リカバリーって言うんですけど、あなたたちの体はものすごい能力を持ってて、ここが通常のレベル、プラスマイナスゼロ。疲労したら元の状態に戻る能力があるだけではなくて、実はここからここまで上がってくれるんですよ。そしてまたトレーニングをすると、みんな練習トレーニングをするとドーンと落ちますよね。疲労状態になりますよね。そしたら回復をします。皆さんは睡眠をとって食事をとって元の水準よりもちょっとだけ高く、ここドン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 、ここここここ、このことを何とかします。そう、超回復。昔から言われて1950年代の教科書から載ってるんですけどね、人間の体って超回復するんです。超能力を持ってるんですよ、あなた。トレーニングをします。回復させるだけではなくて、元の状態よりもレベルが高い状態でトレーニングする。この超回復を繰り返していると、あなたの能力はどんどん上がっていく。これが成長ベクトルっていう私の位置づけの矢印。だから休養が大事ですよ。だからあなたが生き方が大事ですよ、ね、みんな一生懸命やってる、もしみんな一生懸命振り切ってるし、今もサンドバッグをぶっちゃーって声出しながらサンドバッグ出ししてると思うんですよ、ね。マスボクシングやってると思うんですよ。全国の奥さん、高校生が中学生がみんな一生懸命やってるんですよ。意外とこの回復に意識がない、意識がない。普通に生活をしてるので、普通にご飯を食べてますよ、普通に寝てますよ、お風呂入ってますよ、ストレッチしてますよ、なんですけど、理解をすることが大事です。俺は今回復してるんだ、何のために寝るのか、何のためにご飯を食べるのか、これがアスリートの生きる道になるんですね。トレーニングも一生懸命頑張るし、ボクシングも一生懸命頑張る。そしたら今度はリカバリーという使い方やコンディショニング、自分の状態を元の状態に戻す能力、ケア、自分の体をマッサージする、セルフケア、ストレッチする、セルフストレッチ、こういうようなことが少しずつ頭の中に浮かんできて、自分で実行してみて、やってみるということの繰り返しが皆さんの生きる道だと思うので、いろんな人を利用してください、いろんな情報を利用してください。今は最高の先生がいますね。私どころのレベルじゃない、最高の先生はスマホです。最高の先生スマホ、いろんなことを教えてくれます。 YouTube、 いろんなことをホームページ情報、ただこの情報は不足いっぱいあります。不足いっぱいあるので、自分の体で試しながらじゃないととんでもないこと言ってる人もいますからね。炭水化物抜きとかそういうこと言ってる人もいますので、あまりそういう流されない基礎知識は持ってください。いいですか。はい。昼休みの時間でも何か取り組みましたかね、回復の。だってご飯食べましたね、寝ました、ストレッチしました。さすがです、ナイストッパー選手です。大事にしてください。自分の能力を上げる人になれ、最初から強いやつはいない。
最初から結局そうみたいな、コツ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 ちょっとずつです。